さあ皆さん、本日もよろしくお願いします。テレビ4チャンネル元放送作家の長谷川龍頻です。今回はとにかくすごいの一言、前回のサイレントを超えるであろう神ドラマの予感、フジテレビ新ドラマ一番好きな花第1話についての感想を語っていきたいと思います。ということで、この番組では毎回テレビにまつわる考察や時に辛辣な内容を元テレビマン視点で語っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さて、今回は珍しくテレビを褒めます。いやもう本当に傑作の予感です。神ドラマの予感、10月12日から始まったフジテレビ木曜10時の新ドラマ一番好きな花が本当に素晴らしかった。視聴率的には世帯平均で 5.9%、 個人視聴率は 3.4% と決して堅調な数字とは言えませんが、これアーカイブタイプの良質なドラマ、事実話題性は抜群で、旧ツイッター X においては世界&日本トレンド1位に輝き、おそらくこれ TVer の見逃し配信でも歴代最高記録の再生数を塗り替えてくると思われます。でそんなドラマの脚本を手掛けたのは、去年社会現象を巻き起こしたサイレントを担当した生方美久さん。まだ連ドラ2作目なんですよね。そもそも2021年にフジテレビヤングシナリオ大賞を受賞してデビューしたばかりの新人。いや2021年ですよ。きっとそういう星の下に生まれた天才なんでしょうね。ちなみにこのフジヤングシナリオ大賞の第1回目の大賞受賞者は、この生方美久さんが尊敬してやまない坂元裕二さんでした。前回のサイレントもそうでしたが、まるで坂本作品へのオマージュかというくらい世界観が共通するだけに、坂本ファンにもおすすめです。しかも今回のドラマサイレントでプロデュースを務めた村瀬健志と再びタッグを組んだ、待望の連ドラ2作目ということで当然注目を集めていたわけですが、いや1話目から期待以上のクオリティに驚かされてしまいました。ネタバレは避けるためにストーリーの詳細についてはあまり言及しませんが、そもそもこのドラマ、物語云々よりそれぞれの人物設定だけで引き込まれてしまう作品になっています。で改めてタイトルを紹介すると、一番好きな花となっています。ちなみにタイトルにひらがな多すぎ問題という、一部の層には嫌悪の材料も抱えていて、アレルギー反応を起こす方もいるかもしれません。なんでしょうかね、丁寧な暮らし的な先入観で苦手意識を感じる方がいるかもしれません。あとは多様性礼賛ドラマとしての抵抗感ですよね。いやもちろんそれも理解します。個人的にもひらがなの乱用というのは言葉のオーガニック化と名付けていて、私自身揶揄したりすることもあります。やたらひらがなにすることで過剰な優しさといいますか、寄り添う感じの押し売り的な傲慢さがあり、鼻につくところがあります。でもそんな言葉のオーガニック化という嫌悪さえ吹き飛ばしてしまう上質なドラマに仕上がっていました。ぜひそういった多様性アレルギーな方にこそ見てほしいドラマ。あとは何ですかね、エンタメ大衆小説より純文学派という方にはおすすめ。というのも特に劇的な展開はありません。日常の延長線上に構築されるリアリティを感じる上質なドラマになっています。だからこそこれは私の話だと、自分を見出すことのできる、より刺さるあるあるとして楽しめるはずです。ということで、まずこのドラマの主要キャストは4人の俳優が主役を務めるクワトロ主演となっています。多部未華子さん演じる牛尾ゆくえ34歳、松下洸平さん演じる春木椿36歳、今田美桜さん演じるみゆきよよ26歳、そして神尾楓珠さん演じる佐藤もみじ27歳。そんな年齢も育った場所も環境も異なる4人にはある共通点があります。それが2人という単位に息苦しさを感じているということ。事実このドラマのタイトル一番好きな花からもわかる通り、劇中花がモチーフとしてたびたび登場するのですが、その中でこのテーマ性にリンクする印象的なセリフがあります。それが松下洸平さん演じる春木椿が口にする、花は好きだけど花屋は嫌いですというセリフ。つまり花束にされてしまうこと、加工されてしまうことへの畏怖ですよね。とはいえ実はフジテレビの公式なステートメントでは、このドラマ男女の間に果たして友情は成立するのかということをテーマとして打ち出しています。ただそれはあくまでも広報的な方便、何でしょうかね、より間口を広げて見てもらうためにあえて陳腐なコピーをこしらえ、蒔絵にするためのミスインフォメーションであると感じます。実際には社会から強制される人間関係の最小単位、二人組という枠組みに疑問を感じるマイノリティの物語という方がやはりしっくりきます。とにかく、ドラマのテーマ性としては本当に極狭。サイレントという実績があるとはいえ、よくこんな狭いテーマ性のドラマが企画通ったなという感じで驚きです。いや、これは褒めてるんですよ。ちなみに、サイレントの場合は難病者と恋愛という保険が効いていたわけですが、このドラマにはそういう劇的なエクスキューズが今のところありません。ノーガード戦法なんですよね。でもだからこそコアなドラマファンにはより魅力を感じてもらえるのではないでしょうか。しかもそれはコアなドラマファンだけではなく、既視感ありありのご都合主義的な陳腐なドラマに嫌悪を抱き、反目している方々にも魅力となるはず。何しろ課題がリアルなので自分を投影しやすいわけです。事実、私自身、このドラマの真のテーマである人間関係における二人という単位に息苦しさを感じてきた一人です。幼い頃から本当に二人組を強要されることが嫌で嫌で仕方ありませんでした。特に小学生の頃などは地獄でしたね。何ですかね、義務教育というのはこの二人組を学ばされるための通過儀式であるとさえ感じます。ちょっとした洗脳教育なんですよね。遠足でのバス移動に運動会など、とにかく何かにつけて、はい、二人組になって、と、二人という枠組みを強要されてしまう。いや別にそれは自分があぶれてしまうかもしれないという恐怖心より、何ですかね、1対1とはつまり構図として敵か味方でしかないんですよね。でも当然対立したくはないので、過剰に一心同体にならなければならないという、同胞間への脅迫観念のようなものが芽生え、つまり自分が寄り添うか、相手に寄り添われるかという、そういった選択肢に怯えてきたような気がします。そしてもちろんそれは大人になってからも続くわけです。いや3人や4人でいるときはなんてことはないわけですが、そのうちのメンバーがトイレなどに立ち、2人っきりになってしまうと途端に緊張してしまう。なんですかね、繰り返しになりますが、やっぱり2人だと異論が許されない気がするんですよね。自分が相手におもねるか、相手が自分におもねるか、やはり一心同体という同胞化がゴールにあるわけです。そしてもちろんそれは相手が男女問わずです。例えば何ですかね、飲み会の帰り道など2人っきりになるのが怖くて、じゃあ自分はあっちだからと言っていつも巻いてしまう癖があります。するとあっちと言ったのにこっちで出くわしたりする。その巻いた人間とこっちで出会ってしまい、さらに気まずくなってしまうというようなことも多々あります。そしてそれは夫婦であってもそうで、今はバツイチ独居老人なわけですが、別れた元妻との生活は常に別の誰かを演じている感じがして、子供ができたことでようやくその辛さから解放された記憶があります。しつこいようですが、やはり1対1という構図からは一心同体にならなければならないという、脅迫観念のようなものが醸成。そしてそうなると、寄り添うか寄り添われるかという選択肢に迫られ、常に怯えてしまうわけです。そしてさらにその深海に潜む理由を探ると、当然二人になるということは、男女問わずそこには、好意や絆が存在するわけですが、それが永遠に続くはずはないというイフでもあるわけです。つまり互いの努力によって仮に一心同体になったとしても、その関係はいつかは破綻してしまうという恐怖ですよね。そういうややこしいことを含め、長年2人という単位に苦手意識を抱えてきたような気がします。いや、申し訳ありません。長々と自分語りになってしまいました。話を戻します。で、改めてこの一番好きな花というドラマ、二人という単位に苦しむ4人が主演を務めるわけですが、とはいえ厳密にはそれぞれ課題感は異なります。より詳細な区分けがされている。まず、多部未華子さん演じる牛尾ゆくえは、昔から二人組を作るのが苦手な女性で、唯一の親友は仲野太賀さん演じる赤田光太郎なわけですが、彼が結婚することでその唯一の男友達を失ってしまいます。ちなみに彼のパートナーとなる女性は男女の友情など信じないタイプ。そこで行方とはもう会わないでと婚約者から言われ、二人の交友は断たれてしまうわけです。そして松下洸平さん演じる春木椿は、昔から好意を抱く相手に二人っきりにさせてもらえないタイプです。要は永遠のいい人止まりキャラ。誰かの一番にはなれないタイプなわけです。しかも椿は結婚直前に婚約者に裏切られ、その際の彼女からの言葉も、やっぱりいい人でしかなかったと言われてしまいます。そして今田美桜さん演じるみゆきよよは容姿端麗、ルックスがいいだけに、こう二人組になるとすぐに相手に誤解を与えてしまうタイプ。まあ、なんですかね、あえて下品な物言いをすると、ビッチに見られやすい清楚な美人といったところです。清楚に見られるビッチな美人は多いと思うんですが、まあ、その逆は珍しいと思います。要は男性と二人になると、すぐにこう恋愛感情を抱かれ、告白されてしまうなど、下心が透けて見える。一方、こう女性と二人になると、男性に対する全ての言動があざといと認定され、嫉妬を買ってしまうわけです。でまあそんな過去の経験から2人になるのを極端に嫌うように第1話でも醜悪なエピソードが展開されていました。彼女は美容師として働いているわけですが、ある日男性の同僚の言葉に心を許し、ようやく信用できる男友達に出会えたかもしれないとまあ食事に出かけるわけですが、その帰り同僚の男性はじゃあと駅に向かおうとする彼女のこう腕をつかみ、当然のように自宅に誘います。そこでみゆきがそれをやんわり断ると、この同僚から友達っていうのを自分が男と遊ぶ言い訳にするのって良くないよとまあそんな風に吐き捨てるように言われ、愕然。まあいますよね、自分こそこうやりもくのくせに断られるとこうして正義を振りかざす男。こうなんですかね、風俗に行っておいてこんな仕事はいけないとまあ説教を始めるような男性に近い。そして最後の一人です。神尾楓珠さん演じる佐藤もみじは、まあ、交友関係こそ広いわけですが、深い親友がいない。一対一でこうちゃんと向き合ってくれる人間が存在しないタイプです。そしてこの1話では、ある日の深夜、友人から誘われたと思ったら、こう水を買ってほしいと。まあ何ですかね、ネットワークビジネスか何かの誘いでしょうか。それにショックを受けるシーンが描かれていました。ちなみに今回、クワトロ主演、つまりこの4人を主人公にしているのは、この狭いあるあるの間口を広げるためだと思います。つまり狭すぎて一人の主人公だと感情移入しにくいわけですが、4人であればそのうちの誰かにヒット。自分自身を投影。これは私の物語として共感。感情移入しやすくなるわけです。ちなみにドラマの前半では、この4人の人物設定が丁寧に描かれ、そして後半、いよいよこの世代も場所も育った環境も異なる無縁の登場人物4人が同じ場所に集うことになるわけですが、こういうドラマ的な強引な出会いにつきまとうご都合的な違和感をこう極力抑えてしまうのもこの脚本家の巧みさだと感じます。基本この脚本家が描くドラマはリアリティが重視され、こう細部まで繊細に描かれるわけですが、こういったシーンではあえて雑に展開、まあ、雑と言いますか正確にはコントにしてしまうんですよね。ユーモアにしてしまうことで視点をそらす。まあ、これはネタバレにもなってしまいますし、あえて詳細は避けますが、まあ、とにかく見てほしい。なんですかね、このまま下手に誰と誰がくっつくだのという恋愛路線にさえ走らなければ、前作のサイレントをこうはるかに超える作品になると思います。ちなみに私はすでに3回も見てしまいました。本当におすすめです。ということで今回の動画は以上になります。この番組では毎回こうしてテレビに対する考察や時に辛辣な批評を行っております。今回少しでも参考になった、面白かったという方は高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter もやってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で。